どうも、外国チャンネルです。さあ本日は佐々木朗希を見に来たんですけども、はい、まさかの先発ロメロってちょっと聞いてないですけども、これ今日吉見対成瀬じゃないの？いつの日本シリーズ？何年前の話してるの？ロメロが投げるんですよ。はい、そうですよ。だから中日の湯に来てね、応援しに来ました今日。そう、まあ今日に関してはね、いけるね。陽大からのユニフォーム着てる人もいないね。いないね。うん、それ敵だから、ロメロが投げた時の敵側だから。あ、そっか。ちょっと企画は中入ってからやりますか、じゃあ。そうね。まあ佐々木朗希見に来たのに投げないから、もう企画台無しになっちゃったんで。ちょっと考えましょう。急いでチケット取ったのに。本当ですよ。今日の俺藤井風みたいだな。24日。はい、席着きました。はい。奇跡的に屋根があるところですね。ラッキー。まあさすがに雨の試合はね、見てられませんから。まあ今日の企画に関しては、はい、まあ佐々木朗希見れなかったんですけど。千葉ロッテ、この ZOZO マリンスタジアムの球場飯を完全制覇しようじゃないかと、ということで、完全試合ね、球場飯、はい、やってきました、はい、私、これ、佐々木朗希のピンクグレープフルーツジュースです。あー、うまそう。白井球審の味がする。やめろ、お前。やめろ。やっぱ苦いわ、やっぱみんな買わなくなっちゃうから。藤岡雄大のピーチサワーです。いただきます。うん。やっぱ全部で何種類だ？15とかあった。15、6種類ぐらいあったよね。なんとか完全制覇していきましょう。はい。これ石川歩の、サムギョプサル食べます。あ、これサムギョプサルなんだ。やっぱメジャー断念した感じありますね。いや断念したっていうか、いけなかったでしょ。うまそうだね。うまそう。いただきます。うん。普通にうまい。うまそう。では私は美馬選手の家系ラーメン、略して美馬っちラーメンです。うまそうじゃね、普通にうまそうだね。うまそうだけどね、辛そうね。でこの肉もすごい角煮みたいなのが入ってます。角中の角煮じゃないこれ。昔あったんですよね、角中の角煮っていうのが。じゃあちょっといただきます。今日のお天気に最高だこれ。辛い。唐川まだ一軍いないですよ。唐島いねえだろ。唐沢じゃねえよ。あ、じゃあこっちこのチャーシューいただきます。うわ、とろっとろ。スモークぐらいトロトロしてるわ。スモークの一塁までのダッシュぐらい、走塁ぐらいトロトロしてます。チンタラしてっからうまい。あ、ビッグボスいますね。斜め45度からのビッグボスですね。そして打撃指導を受けての9名です。複数年あるかも。三つバッター。さあ最後、さあ誰だ。うわ、いいな、俺が欲しいやつです。おい、今日のスタメン微妙すぎだろ。なんだ今日のスタメン。まあ何があったの。まずこちら和田幸四郎のチョコレートクッキークリームパフェ和田幸四郎ね、やっぱ足速いからヘルメットに入ってますヘルメットに入ってます。あとは、井口監督のわさびセットです。はいはいはい、これね、わさびセットね。はい、これはマーティンのコーンビーフドッグ。マーティンのコーンビーフドッグ、めちゃめちゃジャンキーもう試合始まります。ロメロ頑張って、ロメロ、ロメロただいま完全試合継続中これロメロの完全試合見れるの？あるよ、これあるよ。しかもめっちゃ調子いい、めちゃめちゃテンポいいからね。さあ難関の近藤です。近藤を空振り取れるからね。これ近藤空振り取れたらあるよ、あるね。完全試合目前だったロメロですが、6失点しました言うもんじゃないね、こういう話するから。言うもんじゃないね、言った瞬間打たれたもんね。やっぱ中日時代の脆さ出ましたね。相変わらずイライラしてます、味方のエラーに山口君のポテトですローステッドポテトね、はい、ちょっとねお腹全く減ってないんで重いんですけども、はい、まあ食べていきます。さあ試合終わりました。はい、寒いです、大雨やね。はい、ゲーム終了しました。ロメロ大炎上そして大雨です。しかも天気も大炎上ですね。はい、まあでも久々楽しかったんですけども、はい、球場飯がですね、荻野選手のカツ丼だけ売り切れということで。人気なんよ。もう最初から食っとくべきだった。計算ミスったわ。で、完全試合目前で、断念と佐々木朗希ロードをたどっておりますが、でも湯袋的にも限界よ。そうだね、ちょっとまたリベンジします。佐々木朗希が登板の時に次もう一回来ようよ。また来ます。できたら中日戦がさ、巨人戦がいいな。巨人は東京ドームだからね。ちょっと今日正直ファームって試合だったんで吉田康生最後見れた。そう、吉田康生見れたからよかった。なのでまた、千葉ロッテ帰ってきたいと思いますんで、ロッテファンの方もチャンネル登録お願いします。